で、そこから結城さんとたけるさんが若手を上げるためにってピーズ作ってくれ、それで初代優勝をさせてもらって、そこから本当にみんなと仲良くなったし、上の人とかも分かってもらえるように本当に一品輪に育てられて、で、本当に、で、今回は本当にかけてて、敦夫さんがあのファイナル優勝した時も僕見に行ってて、めちゃめちゃかっこいいなと思って、で、今回これで間がいてちょっとホッとしてるんですけど、ファイナルだと思うんで7月の、まだ全然時間あると思うし、まだまだ決勝もめちゃめちゃ本当にかましてて本当に怖かったし、でもそれをあのもう楽勝って言えるぐらい上手くなって各地方の人たちに勝てたらいいと思います、はい、で最後にゆきさん本当に今ここまで P1 ずっとやってて本当にありがとうございました。いやーこれも親孝行ですよ、これもおめでとう、改めておめでとうございます、本日の優勝ゲンタおめでとうございます、改めてもうほっこりする、ほっこりする感じ